こんにちは、三郎です、えーと。今回はね、えー、元介護職員って言う点んかな、えー、介護職員しとって、えー、一回辞めはった人に、えー、もう一回介護職員になったら、えー、再就職の準備金としてマックス40万円、えー、貸し付けがある いう話をしますえー、先ほどになるんかなあのー、どこぞの国会議員さんがね、あのー、生活支援金総合支援資金のね、えー、延長というか再延長はないですって言うてねきっぱり言ってで仕事を もう貸し付けはできへんから仕事しなはれいうことで、えー、介護食品になりなはれみたいなことをねニ、えー、っこコこうってはる銀さん言ってはるんですよ。でも最大限のこんなにもお金がもらえてみたいなね20万円さらに20万毎月5万円とか。 すすごいですね、そんな制度があるなんてみたいなあの何小芝居やってはったんですけど、えー、コントですね、えー、でそれを調べた動画ちょっと上げさせてもらってるんですけどまあ、そんなあの何て言うの学校に2年間通わなあかんのでねそんな明日の 生活できる云々言うて悠長に、ね、ゆうちょい2年間学校帰るやつどこにおんねんいう話でその金,どう、ね、金の年数どうすんねんいう話ですや学費もいるし生活費もいるしそんな20万もらうために2年間なんで学校行かなあかんねんっていう話ですやっていうことでえー こっちの方がねあのちょっと現実味あるな思ってねちょっとお話しさせてもらいますこれはねもう介護元介護職員でないとダメなんですけど、えー、私は元介護職員なんですねだから当てはまってくるんですけど元介護職員がもう1回介護の現場いかな介護の事業所に就職、うん すすれば、えー、ここですね、えー、離職した介護人材の最終職準備金貸付事業ですね、えー、離職した介護職員の皆様へ最終職準備金のご案内ということで、えー、介護のお仕事に復帰するための費用について最大40万円をお貸ししますと。えー 2年間の介護職員の業務に従事することにより返還が全額免除されますっていうことですね。だから要はあのー、元介護職員がえー、で今何も仕事されてない方がまた介護,介護の事業所に就職すれれば貸してもらえるいうことですわ。ですね。 でこれ、えー、貸付対象費用について言うてねこのこれ「こんなに金いるから貸してほしいねん」っていうことらしいんですけど、えー、子どもの預け先を探す際の活動費とかね研修参加費や参考図書の購入とかねいやこんなんで40万使わへんやろということで電話して聞きました。えー、ほんんなならねその申請書にもなんか こういうのを書くんかチェックするんかそういう項目があるみたいで、えー、特にそのうまい、あ、たら、えー、子供の預け先を探すとったらこったらとか研修被害とったらこったらでその内訳がどう残るのとかねそこまでは何も聞けへんと言ってましたわ。だからまあなんちゅうのまあ儀式みたいなもんや思いますわ。 こんな介護ウェアなどの業務用服を買うのに40までどんだけ買うねんいう話ですやん。ただね言うてはったのが、転居に伴う、転居に伴う費用にした場合ね、なんかあの、新しい転居の住民票とかの提出が必要とか、なんかそんなん言うてはりましたは,いだからまあこれは あのー、まあ儀式みたいなもんで、まあ、マックス40万貸してて言えば多分貸してくれるようなこと私直接あのー、申請の書類もないのでまあ、そこは何とも言えないんですけど電話の感触では40万円希望金額貸してくれるみたいなことを言うてありました、はいで。ご利用の条件について えー、40万借りるにはどうしたらいいのかっていうことなんですけど、えー、貸付対象者は次の1から4の基準を全て満たす方となりますとこの1から4番全部当てはまっとかんだかんいうことですね、えー。介護職員の業務に1年以上の実務経験をお持ちの方介護事業所等で勤務の方っていうことですね。 だから1年以上どっかの事業所に勤めとかなあかんいうことですね元ねでこれは何か証明書いてもらわなあかんって言ってましたわその元ね辞めた介護事業所になんか証明書書いてもらわなあかんみたいですわだからそれに多分「いついつからいついつまでいてました」いうの多分書いてもらうんでしょうね多分で次、えー、次のいずれかに該当をする方 介護福祉士の資格を持っている方実務,者経験実務者研修施設において実務者研修を終了,了した方介護職員初任者研修を修了したものすでに廃止されている介護職員基礎研修1級課程、2級課程のいずれかを終了しているものでもか私はこれですね これなんですよ、二級家庭なんで行けるいうことですねでここは1年以上私10年いてましたんでこれも正誤ですね、えー、介護保険サービス事業所等において介護職員等として再就職したものそういうことですねこれ要は再就職せって言ういうとらこれはもう当然かかっていることなんですけどこれねあのー パートははオッケーなんですけど登録はアウトと登録の違いは私よわからないんですけど登録はアウトパートはオッケーほんで週20時間以上働かんとあかんいうことですわまあそれも証明書が多分いるんでしょうね証明書の今度新しい就職先のねその 内定がね決まった時点でもうこの貸し付けはしてくれるみたいですわそれもあの新しい事業所に、えー、証明書いてもらわなあかんみたいなこと言うてありましたわだからいついつから、あのー、働きますよう証明詳細書いてもらえればこれは40万貸してもらえるいうことですねでその後になんか んちゃんと働いてまっかみたいなお伺いみたいなあるみたいですわ。はい、でこれ4つ目介護職員等として再就職する日までの間にあらかじめ都道府県福祉人材センターに氏名及び住所等の届け出を行いかつ実施主体が定める再就職準備金利用計画書を提出したもの。 こ,れここにね連絡先に載ってましたわそこに連絡して多分多分いうかあの申請書類送ってくれ言うてねそんな感じでねこれはもうどこぞの議員が言うてるその学校なんかような話じゃなくてねあの介護元介護職員やったらあの40万貸してもらえることで。 かなり現実味のある話だと思いますはいそんな感じでねえー、まあ、一応審査もあるみたいですわ要は申請して審査があって、まあ、合否があるいうことではいっていうことですはいもしよろしければねあのねあの 人によってはいい話かなと思いますはい、ということで私もちょこっとだけ検討しますはい、ということで失礼いたします